大阪大学、大阪大学医学部付属病院大阪大学医学部付属病院は大阪府水田市にある大阪大学医学部付属の病院。小形公安が開いた適塾が源流となっている。略称は、半大病院。2015年8月7日、厚生労働省より国際水準の臨床研究等の中心的役割を担う国内の中核病院として、 臨床研究中核病院に認定された。未来医療センター1966年当時は、日本では内科学や外科学などのように、救急医学がなかったために、救急医療システムが整備されていなかった。その中で大阪は、万国博の開催や高度経済成長期に伴って、交通事故が増加し、救急患者のたらい回しが問題となっていた。そこで、 大阪府と大阪大学が協力して1967年8月に日本で初めての救急救命室として大阪大学医学部付属病院に特殊救急部が発足した。当時、救急診療は各診療科や当直医の裁量で行われていたために多発外傷のような複数科にまたがる救命医療を専門的に行う診療科が存在しなかったため、 特殊救急部では、胸腹部外傷や広範囲熱症といった重症の、月下系救急医療を手術、入院も含めた診療を自部門で完結して、実施していた。当時、特殊救急部の責任者であった、杉本氏が第73回の日本外科学会総会で、救急医療の必要性を訴え、外傷外科学の出版と、日本救急医学会を旗揚げする。 これをきっかけに1977年に救命救急士大阪大学附属病院の特殊救急部も2000年に改組されて救命救急センターとなり、さらに2001年には高度救命救急センターの認可を受けた、臓器移植の分野においては、心臓、肺、心肺、膵臓、小腸のすべての脳死臓器移植の保健施設として認定され、また、 生体肺移植も高度先進医療として認可されている国内唯一の病院である。また、臓器移植方式後、国内初の,の脳死心臓移植、国内初の心肺同時移植が行われた病院でもある。2008年1月16日から大阪府内で唯一のドクターヘリの基地病院となっている。約70キロメートル離れた。 最南端の三崎町までも20分で到着可能となった。ヘリには、高度救命救急センターに所属する医師7人、看護師人が交代で搭乗することになっており、運行時間は午前8時から日没まで。なお機材は、ストレッチャー1台、人工呼吸器などの医療機器を積んだ、ユーロコプター EC135 を使用している。なお、ドクターヘリの運行は、 平田学園航空事業本部が住宅、水田キャンパスに移転する前は、中野島北側対岸の福島一丁目にあった。福島一丁目の跡地は、再開発され、大阪中野島合同庁舎が2001年に竣工、ホタル町と名付けられた外区に朝日放送の新社屋、などの施設やマンションが2008年に竣工した。ありがとうございます。